捨ててことは、高温多湿の日本では、スーツの生地や裏地が肌に貼り付き、着心地だけでなく、見た目も悪いです。捨ててこを履くと、この貼り付きを防止でき、動きやすくなります。この優れた機能性が、明治の織物工業の登場以来、捨てて粉がこれまで捨てれなかった最大の理由です。捨てこの丈は、膝からふくらはぎ中頃までのことが多いです。また、 名前はズボンしたという言い方もあります。捨ててこの語源は落語家が舞台で踊った捨てて小踊りからという説がありますが、定かではありません。お年寄りは部屋着としてズボンを履かないで、そのまま家の中や近所をうろうろすることがよくあります。最近はその部屋着としてもかっこいいように、主に若年層を狙って派手なプリントのものも出ています。しかし、 汗を吸ったり爽やかさという機能は昔からの白いものより劣ります。